スマッシングパンプキンズにジェームス・イハが帰ってきました。ベースは誰なんでしょうね。はい、どうも、パチパチナウナウでございます。今週実はちょっと編集はめんどくさいんでナウサボしましたけども、今日は撮っていきたいと思います。というわけで今日はオムライス作ります。というわけでやってみましょう。よし、やっていきたいと思います。とりあえずひき肉をたっぷりと、全部してます。玉ねぎ一玉分、人参、肉がなくなって、ミルの胡椒がなくなったんで普通の胡椒で、塩、おろしニンニク、本当は刻みニンニクでやりたいんですけどニンニク買い忘れてます。しめじも残ってるんでしめじ入れちゃいます。本当は最初に入れた方が良かったんでね、炒めた時に。まあ今からでもいいですわ。本当はワインがいいんですけど、ワインで酒。それではこっちで煮詰めてますけども、新たにフライパンを用意、こちらにですね、ちょっと移します。で、ご飯、湯気がやばい。ケチャップ、ウスターソース、まあ焼きそばソースかな、これは。これは今日焼きそばソースかな、ウスターソース買いますね。ジェノベーゼのペースト、でパダックのカレーペースト、エクストラホットかな、これは。よし、ご飯完成。こぼれんな。卵3つ、そしてこれコーヒーフレッシュ、コーヒーフレッシュね、コーヒーフレッシュ3つ、卵1個につき1個でいいと思います。おそらく水ちょっと、マヨ混ぜます。こぼれる。バター、やっていきます。チーズ入れませんか。チーズ粉ですね、ここね。よし、行くぜ。いけるかな。こけそう。やばい。これはやべえ。やばそうな気がする。ピナコも泣いている。こうすっか。こうしちゃおう。ドルーン。ああ。大失敗。まあいいや。どうせ混ざるからいいんだよ。間ね、ごまかすに形状。ケチをしておきましょう。はい、というわけで大失敗な結果になったオムでございます。難しいな、しこちったな。まあだけどうまいと思いますね。食います。というわけで
見事失敗、立松協会でございました。というわけで、立松そう、ナウナウでした。さあ、無事こう、何時かな、今何時、1時半でございます。いただきます。